ああどうも。ああどうも。いや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 。なんか陽気が良くなってきたね。良くてね。なんかいろんなやっぱ変なの多いね。変なやつ出てきた。出てきたね。この間、エスカレーターをさ、上りの長いエスカレーターをさ、秋葉原の駅だけどね。おじいさんだよ。下りの方登ってんだよ。でさ、努力してるね。でね。それをまあ反対側のおじさんがね、おじさん逆だよっつって、なるほど逆だった、注意したんだ、そんなの分かったっつって、そんなの分かってんだで、なお歩つけたんだよ、俺は、あ、なるほど、あれでゆっくり登って運動なんだろうと思って、なるほど、ループランナーね、彼のね、ところが客が駅から降りてきちゃって、降りちゃった、もうほら二車線で来るから、なるほど、おじさん邪魔になったわけですよ。邪魔、それ邪魔、俺おじさんどう立ち回るのかなと思ったら、もう全然動じないのね、ずっとその逆のエスカレーターを、そう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 、もうそれを最後まで見届けるほど暇じゃなかったんです。俺も何なんだろうね、本当ね、僕も健康だと思うよ。ああそうなんだ。でもあのスピードじゃ永遠に登れないと思うんだよね。そうだよね、ずっとその静止してる感じだろう。そうそうそう、で疲れたらそのままどちらかに移動していって、そうそう、あらでもいい迷惑だね。変わったやつが出てくんな。いろんなやついるよ、やっぱおかしいの多いよ、どうしてもね。あと結構あのあれだよね、昔はさ、ほらご老人にいつもさ、俺たち若い頃、今時の若いもん怒られてたじゃないですか。怒られてたね。今考えるとさ、老人の方がへんてこだよね。老人まあね、へんてこな人多いっすよ。多くない？昔からこう、なんかめちゃくちゃへんてこな気がするんだよな。だってやっぱ老人になってくるとさ、この口うるさくなってくるって言うよね、よくね。まずうるさくなるよね、ジムの老人とかでも口うるさいやつうるさいもん。あ、そう、文句ばっか言ってんだよ。え、何の文句言ってん、全てに対して文句言ってんだよ。もうロッカーの上がゴミが溜まってると、ああそういうところまで、スタッフ一日捕まえてさ、呼び出し、へえ、あれ多分もうブラックリストだよね。あ、そうなんだ。で俺の知り合いとかもなんかおじさんにブツブツ言われて、何すかとか言って喧嘩しそうになったから、俺があのじじほっといていいからっつって、あ、仲裁に入って止めたもん。そうなんだよ、だからさ、老人最近怖くてさ。まあね、最近老人怖いよ、実際問題ね、いろいろ事件もね、事件もほらいろいろ起こってるしさ、怖いよ世の中ね、今やっぱ不気味ですよ、分かりづらいもん。俺らの時はさ、やっぱね、反り入れてリゼントしてるやつが悪かったじゃん。今そういうことがさ、まあ、あの形で表現してくれたからね。そうそうそう、表現してくんないじゃん今、そうなんだよね。そうなんだ、悪かったよ。だからこの前ね、あの3月の終わりにさ、地元の熊谷会館がさ、閉館するって言うんでさ、ちょっとまあ熊谷近辺出身のアーティストがね、ちょっと集まってちょっと閉館ライブを。そんなんいるの、アーティストいっぱい。あのね、一番まあ有名なのはスターダストレビュー。あ、そうだね、スターダストレビューはメンバーがほとんどあの界隈だから。あ、そうなんだ。うん、そう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 、だからまあ地元バンドなんですよ。なるほど。でコレクターズはほら俺しかいなくなって、バイクの時ね、あ、まあ地元で、あ、じゃあバイクの時はもうスタレビになり得たんだね。じゃあ第二のバイクで行けばね、行けばね。ところがほら途中から空中分解してコレクターズになって、コウタロ君は東京の人。なるほど、ね、で、まあ、最初はね、リンゴ玉木、そう、リンゴ玉木は地元、でもベースの長期は岩手、でその後すぐ今度ほら阿部君、オリ君は神奈川、そうだよ、ね、みたいな感じだから全然ほら地元感薄くなってくるじゃん、ね、でそこでさ、スターストレビュー、まあ、そう、メイン住んでるの今でも。住んでない、住んでないけどね、住んでてほしいな、そろそろ。メインなんですよ。でそこにあとね、あのブラザートムさん、え、熊谷なの？熊谷なんですよ。あ、そうなの。うん、あと馬場俊秀君、彼はちょっと寄居町ってちょっと遠いんだけど、寄居ね、ま、うん、ちょっと近いね、あの東上線のさ、知ってる、うん、あと J-WORK の杉田さんとか、キーボードの。あ、そうなの。うん、それも熊谷の人。へー。で俺が入って、まあ、ちょっといろんなスタレミの曲みんなで歌ったりとかやったんですよ。グッバイ熊谷、グッバイ熊谷会館ね、でその時にね、そのスターダストレビューのパーカッションの林さんっていう人が俺の高校の一個上でさ、まあ見るからに孝太郎君の言うように悪なんですよ。わかりやすい悪、ね、わかりやすい、あの革靴踏んでさ、サンダルみたいにして、髪の毛がさ高校生なのにさ、アフロなんだよ。で聞いたらなんかオキシドールで色抜いたって言うんだから、パサパサふわふわしてるんですよ。 あの頃はみんなオキシドールだね。オキシドールだからね、そういうあれだからさ、わかりやすいじゃん、で必ず林さんが言ったことがさ、ちょっと飛んでみろって言うんだよね、で飛んでチャラッチャラッと落とすじゃない、小銭が入ってるから、そう出せと、
そういうことを、まあ、林さんの男3兄弟だから、うん、ブラザートムさんはね、うん、俺より5つ上なんだけど、うん、その林さんの、この兄貴の方に飛んでみろって言われたらしいんだよ。だから林って聞いただけでみんなビクってたらしいんだよね。うん、そういうふうに、孝徳に言うに、昔のワルっていうのは分かりやすかったもんね。分かりやすかった。だから近づかなきゃさ、そうそう。ね、被害がないわけじゃん。そうなんだよ。ところが今のはね、分かんないもんね。分かんないよ。今武器持ってるしね、みんなね。武器持ってんの？持ってないの、みんな護身用とかに。マジか。人によっては。だからもう頭きたからって下手においとか言えないよ。それ言えないよね、おっかんよね。そこで果物ナイフの名前のでも出されちゃったらね、こっちごめんなさいって言うしかないもんね、一旦はね。そうなんだよ。そうだよな。そうなんだよな。ブラザートムさんの熊谷って初耳だな。熊谷一回あったじゃん、夜のヒットスタジオ R&N で、あの時のこととかすごいよく覚えててくれて。あ、そう、うん、30年前のこと。モズだったよねとか言って。だってあのその番組の前にもさ、一回さ、ホンダのショールームでさ営業やったよ。あの時もそうだったよね。そう、俺その後トムさんの番組も出たもん。あ、そうなんだ、うん、だから知ってたんだよ、よくコレクターズは。そういうね、つながりでね、ちょっとやりましたよ。あの人なんか歌うんだよね、なんか歌で、あの頃さ、ね、ね、90年代ぐらいにちょっと歌も歌ってヒットもしたんだよ。そうだよ、ミリオンだよ、ミリオン、うん、で、それを歌ったりしてさ、で、紅白にも出てるんですよ。それは出るだろうね、あんだけ売れるわ。そう、で、ババ君も紅白出てるし、うん、まあ、ちょっとスタリビア出たことなかったんだ。ないんだ、うん、で、その中でまず紅白にも出てないし武道館もやってないってのは俺一人で、もうすごいなんか寂しい思いしながら。武道館やったじゃん、ゲストで。まあゲストやったけどさ、あの言わないよ、あれは。ほら、やったで言わないって言われちゃったんだから、こっち。まあそれだって、まあとりあえずやらせてもらったんだから、そりゃないよね。そういう時ヒットって大事だなと思ってさ。きついね。きつかったんだよ、だから。厳しいね。厳しい。その地方に行けば行くほどね。そうだね。それが有効になってくるじゃない。そりゃそうだよ。武道館と紅白って。紅白っつったらね。田舎に行けば行くほど有効な手段なんだからさ。そうでしょ。もうパスポートみたいなもんでしょ。なんか入国拒否みたいになってるわけですよ。そうそう。幻のサイン。はい。毎週楽しく拝聴させてもらってます。はいはい。群馬県在住 P ネーム世の塵洗う四万温泉改め常連のジョン・レノンと申します。わかんねえんだけど、もうちょっと簡単な方がいいけどね。本当だよな、3月29日の八木橋デパートデグ、それね、デクインドっていうんだよね。デクインド、うん、難しいんだよね。デクインドとその時代点、うん、安藤加藤さん、元バイクメンバー三村さん、うん、宮地部長トーク、とても楽しませていただきました。はい。熊谷の大手百貨店に地元出身の加藤さんがやってくるということは、うん、まるで高崎の百貨店に日村さん、ホテルさんが来るようなもの。そこまでレベルは高くないよ。いいね、これ、加藤さん予想に違うとかっこいい。熊谷のオットファーザーに会えた感動たるやいないです、うん、加藤さんがレコードを買いに町田電気屋さんに走った話、うん、三村さんが初めて明かした大手音楽事務所に声をかけられていた話、そうそうそう、加藤さんが三村さんの家に遊びに行くと加藤さんの垂涎のレコードたちが部屋に並んでいた話など、そうそうそう、面白いお話、充実した時間をありがとうございます、うん、三村さん、あの独特の喋りの間、プロの芸人さん並みですね、うん、友達になりたいです。あ、帰りに私が手に持っていたヘフナのベースに加藤さん、三村さんのサインをお願いしたかったんですが、うん、ザ・バイクの CD を購入した人のみサインがもらえるとのこと。はい、随分せこいね、これ。いや、せこいってか、どういうかね、在庫を剥がせようと思ってね。東口の ATM でお金を下ろしに行ったものの、タッチのされた CD は手に入れることができず。あ、そうなんだ、あんな売れると思わなかったね、まあ、この夢が叶うまでヘフナは手放さず、加藤さんのベスパのことを大事にしますと。なるほど。だからその閉館前の2日前に、うん、まあ、八木橋で、うん、まあ、閉館するってことでね、うん、まあ、熊谷のそういう70年代80年代の若者カルチャー展みたいなのやりましょうっつって、うん、なるほど。で3年間だけね、あのこのデクインドっていうライブハウスがね、八木橋の地下にあったんですよ、うん、たったの3年。3年間、まあ、でもそこに、まあ、そのスターダストレビューのメンバーだったり、うん、ブラザートムさんとかが出演していたっていうことで、うん、当時の写真とかをこう飾って、まあ、去年あれだね、横浜でやってたゴールデンカップスとその時代だね、うん、そうそうそう、宮地部長がそれを見てこう感銘を受けて、うんうん、そのタイトルの付け方でまさかなと思ってたけど、やっぱそうなんだ。でそのままやったんだって、だから、ね、それを、まあ、ちょっとね、規模はそのゴールデンカップスほどいかないにしても、そっか、まあ、熊谷でもできるんじゃないかっていう話でね、うん、でやったわけですよ。なるほど、はい、
だから大手音楽事務所に声かけられてたの。あのね、俺初めて知ったんだけど、うん、小田君も見に来てくれたってったさ、うん、ザ・バイクの解散ライブあったじゃん、うん、屋根裏の12月、1985年の12月の終わり頃の、うんうん、小田君とか長期とか見に来てくれたじゃん、うん、であの時ってさ、もう解散が決まってたから、うん、こう俺三村と結構契約の中だったんだよ、うん、で機材をね、最後勝たすじゃん、うん、勝たしてる時に、うん、まあ俺相当は嫌なやつだったみたいで、三村からその日も直接聞いたんだけど、うん、俺ってライブハウスに行って一回も自分の機材を勝たしたことがないんだって、必ず三村が勝たしてたって言い切るんだよ、うん、俺そんなことはないと思うんだけど、自分のベースアンプとかだよ、うん、とにかくシールド一本片付けたことないって俺は、うん、引きは引きっぱなしでそのまま置いて、うん、もう王様気分でもう、うん、なんか楽屋にいたよなお前みたいな話になったわけですよ、うん、だから多分その日もそうだったんじゃない俺が、うん、で三村君がシールド巻いたりこうアンプ片付けたら、うん、ボーイがいたさ事務所あるじゃん、ゆい、ゆい、うん、ゆいのあの人が来て、うん、三村君に声かけたのって、ゆい音楽工房って言うんですか、うん、そうゆい音楽工房なんだけどって言って、うん、今日で終わりなのって三村君に言ったから三村もそうなんですよって言ったら、うん、そうなんだ、力貸そうと思ってたのにって言ったんだ力貸そう、いいよその言い方がね、いいな、残念だな、いいバンドだったのにみたいなことをこう散々言って、うん、帰ってたらしいのよ。でそれを三村はその日に初めて俺に言って、俺たち聞いてないわけ。あ、なるほどなるほど。だから何って話になって、うん、ゆい音楽工房の人が声かけたってなれば解散しなくてよかったんじゃないのみたいな。でもその後ボーイが売れちゃうからさ、とてもバイフェに構ってる時間だよ。まあそうなんだよね。なんだけどそんな事件っていうか、うん、ことがあったっていうのをその場で三村が言い出して、それでへえそうなんだっていうね。なんかでもコレクターズになってからもあれだよね、エッグマンかどこかな、うん、あのラフトレードってあるじゃん、イギリスラフトレード、あった、来た、声かけられたよね、来たよ、イギリスデビュー、こう言ったからね、覚えてないでしょ、女の人。俺、なんて覚えてないの、なんだっけ、なんか、違う、なんか、なんて言われたか知らないの、忘れちゃったよ。君たちの音楽、ロンドンの方が似合うよ。嘘つけとか思ってさ、嘘だろ、お前って思って。そんなわけねえよ。ラフトレード来たね。来たよね、ラフトレードね。うん、でも、日本でいいんじゃねえってやめたんだよね。そうそう、やめたの。あのやっぱりなんかほら YMO 以降さ、うん、割とこう日本のロックバンドっていうかさ、そうなんだよね、割とこう面白がインディーで面白がられるからって言って、うん、結構探しに来てたんだよね。そうなんだよね、80年代のねなんか、うん、半ばそれ以降的な感じでね、そういう話は結構あったよね、うん、インディーだからなっつってね、そうラフトレでもインディーだから俺たちもうちょっと EMI とかさ、そうしばみたいなところで出したいよねっつってね、でまあ定置結局ですからね、そうでインディーイコールアマチュアっていうね、まあ、時代がね、時代が向こうのインディーこっちメジャーで契約するからね、そうなんだよそういうシステム知らなかったからね惜しかったな、惜しかったんだか惜しくないんだかよく分かんないけど、まあそういう話は、なるほど、うん、スミスのレベルそうもうスミス売れてたもんね、売れてた、スミスの次はコレクターズだったんだよな本当かよ、それ考えられない、いやいやだってほらスミスもあの頃リッケンバッカー使ってたからね、まあね、ジョニーはね、うん、同じもの感じたんじゃないの、うん、でもなんか本当にそういう話あったね、あったね、うん、またそれ俺ら乗らないんだよね当時ね、うん、当時乗らなかった、なんだろうね、やっぱ痛い目に遭ってたからかな、あか全然もう聞いてないんだもん話、聞いてない話気の毒なほどね、そうそうそう、へえロンドンなんだみたいな、そうそうそう、まあよかったんじゃないの、うん、よかった、結果よかったね、うん、あ、熊谷が盛り上がったんだね、そうなんですよ、まあでももうね閉館しちゃったからね、あのイベントもやってないし、なるほど、うん、おスタンプまだですかと、おう、 P ネームモネさんから、はい、ところで LINE スタンプまだですか、フリーコインを貯めていつでも購入可能ですと、うん、みんな待ってんだ、うん、スタンプはどのようなものがあるんでしょうか、うん、ダウンロードできる日は今買いなかったと待ってます、うん、それがねさっきねまさかのリジェクトが来たんですよそう、しかもそれをね僕の書いたバストロイヤーが原因のバストロイヤーって言ったらね一番ね一応押してたじゃん、押してるし売りだよこれ、バストロイヤーがまずこの性的表現でダメだね、これとどこに性的表現を感じるんだよ俺
なんなんだろうね。俺ね、今までねバストロイヤー何人も書いてきたけどね、何回もこんな仕上がりのいいのはないんだ。仕上がりいいし、今回ちょっと美人にしたんだよね。なるほど、美人目のバストロイヤーにしたんだよ。美人目、本当はもっとねおばちゃんの、おばちゃんなんだよ。ちょっと色気づいてよくしてないな。これだから俺おばちゃんだったら通ったんじゃない、ね、変わんないと思うよ。変わんねえか。だそうだよ、覆面してておばちゃんも美人もないもんね。俺の気分だけだからね。そうだよ。あとあれもダメだった、ファイブカット、歌舞伎揚げ。うん、それは 何故に使う目的が分からない。どこで使うのオタクこれみたいな。例えばね、飲み会に行って人数多い時とかにさ、うん、誰かが隣にピン、ラインでピュッてやってね、うん、歌舞伎揚げのファイブカットが出た時に、今日割り勘だっていう合図だったりとか、そういう時使えるよね。使えるんだけどね、うん、そういえば伝わってないんだよね。それしかもね、その池袋聞いてない人でも使えなきゃいけないから、うん、ああ池袋交差点を聞いてない人が、そう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 、あれを見た時にどう思うか、うん、そうそう、後ろリスナーは知ってますよっつってもダメなんですよ。なるほどね。多分向こうはこうしたら、向こうは100万見たいんだろって言うんだよね。なるほどね。まあシャレが分かんねえっつうか、なんかまあ厳しいね。厳しいんだね、審査が結構。 あとあれ白ブリーフね、あれなんとなくね。こっちも嫌だからね。俺も渡辺なんて最初からちょっとだから嫌だからね、汚れ目をちょっとさ、うん、ちょっと弱くしてたじゃないか、渡辺なんて。もうちょっと黄色つけようって言ってたのにさ、そう若干こうにじみ感じぐらいでさ終わりにしてたから。そうなんだよね。それでも跳ね返って痛いよ。何が痛い、バストロイヤーが痛い。バストロイヤー痛いね。まあブリーフは仕方ないもんね。俺ってこれ書いた瞬間にデザイナーとしてやっていけると思ったもん。これやってくるよ。だって明らかこれさ、あのジーザス・ジョーンズのさ2枚目とか3枚目のジャケットより全然いいもん。いいもんね、サードよりね。全然いいもん。全然いいよね。あのミルマースカラスみたいなのできそうなみたいな、あれより全然いいよこれ。全然いいよね。むしろ今ジーザス・ジョーンズこれで復活してほしいぐらい。そうしいよね。次ジョニー・マンのソロこれどうかな。絶対いいよ。むしろコレクションで使っちゃいたいぐらいだよ。ねえ。ちっきしょう。バストロイヤー。バストロイヤーの逆襲。いいね、いいね。バストロイヤーの逆襲。これだよ。ショックだな。唐突だね。アルバムのジャケット。そう、バストロイヤーの逆襲。だってこれあれでしょ、小田君、ピストルと EMI そうだよ、そうだよ、と同じ気持ちになってるわけでしょ、今だからそこをさ、多分 LINE 側も感じたんだよね。これなんか危ないぞと。あー、それパンク臭、危険な匂いをさ、パンク臭感じちゃってたんだ。伝わっちゃったんじゃないかな、このブラジャーの柄に。でショックロックなんだ、これ。ショックロックなんだよな。そっか、プラズマティックスなんだ、これ。なるほどね。これだってデボラ・ハリーの登場知らないと書けないもん。知らないと書けないね、うん、あの時代のね、うん、背景をね。そうニナ・ハーゲンとかも知ってないと。そうだ今の連中ね、まあ言ってたってレディー・ガガだからね。ガガじゃな、ガガ様じゃな、ここまでは理解できないな、うん、まあいいじゃあ何、小田君、これを何、今回はね、ブリーフ、うん、バストロイヤー、うん、ファイブカットを外して、3点が外さなきゃいけないね。で、何、その3点また新しいのなんか足して足してはなんだ、うん、もう使いやすいのも使いやすい、うん、撤車とかもダメだね、これ。撤車通ったよ。撤車通ったの。意味がわからないんだよ。マジで意味がわからないんだよ。意味がわかんねえな。撤車通ってファイブカードダメってわかんないんだよ。撤車こそいつ使うんだよね。でもなんかそいつが知ってんじゃない、審査するやつが。あ、なるほど。撤車ねっつって、撤車っつって、あ、これ良かったよねっつって、うん、本当に鉄じゃねっつってさ、分かんねえな、審査基準がますます。そうなんだよ。分からん、手強いな。まあでもバストロイヤーこれまだ有効活用しようよ、どっかで。これはね、 T シャツ作った方がいいわ。いい出来、いい出来だよ。これだって、これ T シャツ級だよ、これだよね。この絵の仕上がりからして、いい出来だと思うよ、これ、うん、スカウトされちゃうよ、少年ジャンプ。本当だよ、バストロイヤー。ワンポイント。なんかでかく。バストロイヤーでこれでもこれいけるよ。いけるかね。うん。マコトちゃんぐらいいっちゃうと思うこれ。いっちゃうかな。うん。行くよこれだって。いつもさ、うん、買い物かなんかしててさ、これで買い物してんだよ。下スカートで。そう、うん、でピンチが来たら戦うんでしょ。うんうん、そうだよ。いいじゃん、そんな面白い漫画最近ないよ。ないよね。ないよ。商店街で撮りたいよ。商店街でしかもこれで歩いててね、バストロイヤー。あ
撮りてぇ。いいな、俺バストロイヤーの小田君覆面の後ろの網目みたいの見たいな。どうやって判断のか。そうだね必ずこのスニーカーみたいになってるわけでしょ、後ろの紐が、うん、そうだな、まあ、いいな、何回使おう、うん、ちょっと頑張ってよ小田君、これ頑張りますよ、バストロイヤー、このまま終われないよ、終われない。まあでもさすがに、でもこれでリジェクトを返したらもう具体的になってくるでしょう、うん、ラインスタンプも。でもなんかちょっとバストロイヤーのインパクトに増すやつちょっと足さないと。でもエクトプラズム防衛は通ってるからね。だってそれがよくどういう時に使うのエクトプラズム。まあエクトプラズムっていうのはポピュラーじゃん。ポピュラーじゃないと思うよ。だからバストロイヤーだってさ、うん、ね、噂のチャンネルやってる頃だったらさ、なるほど、あ、デストロイヤーのねって通った可能性あるんだよ、うん、何年前ところが今デストロイヤーも知らないし、そうただ覆面してる、そうおばちゃんが出てきてるの、そう、なんだこれ、なんだよこれって強盗じゃねえのかと、そうか噂のチャンネルだったんだやっぱり。なるほどね、うん、まあとにかくみんなが待ってるからね、そう、早いとこね、うん、してあげたいんだけどね、そう金ばっかりだね、うん、これでもショックだねこれね、ファイブカットも、まあ、ブリーフだけは諦めはつくけどね、ブリーフはまあこっちも最初からね、そうそうそう、ダメ元でそう言ったからね、そうファイブカットとこれはちょっと衝撃だ、そうだよ、失敗したな失敗したなって、だってまあそのリジェクトの理由が分かんないから失敗も何もないよ、これもう T シャツいいな、いいよ、かわいいよ、かわいいよね、うん、バストロイヤー、バストロイヤー結構これ目が色っぽいんだよね、そうだから今回色っぽくしてたじゃん、 そこが良くなかったから、そこは良くないんだよこれ、今回ちょっとエロくしたんだよね、だってコウタ君このおばさんかわいいもん、そうだよ、だからちょっと小太りでかわいいおばさんしたんだよ、そうでしょ、うん、これちょっとコウタ君今までのバストロイヤーと違う、いやちょっとね、今までのバストロイヤーちょっと色気出しちゃったんだよね、なるほど、うん、これちょっと採用されないんだけど、これ写真館入れていいことあるから、もちろんいいです、うん、ちょっと写真館、俺もさっきツイッターでばらまいてもそれ、ああ、これみんなに見てもまさかのリジェクトっつって、どこがリジェクトなのかさ、みんなにね、そうだね、そのここですよっていうの教えてほしい、ね、みんなが写真館から抜いてさ、うん、使ってほしいね、写真にしてね、そうだね、アイコンとかいろんなことでね、そういろんなツイッターアイコン、そう意味もないなんかメールの添付とかね、最後にね、そう流行らしてほしいね、そうこう詫び状みたいなそうそうそうね、送った後に許すよねこれ、最後に許すよこれついてたら、いろいろすいませんなんとかって書いてあって、最後にこの絵がポンってあったらね、申し訳ございませんでしたってね、テンポがついててねこの目でさ、この目で本当にすいませんそうもう舐めとんのかってね、あいいと思う、怒る人はもっと怒るだろうけどね、超面白い、まあだ、あなかなか難しい、本当ですよ、うん、加藤さん、小太郎さん、大阪のファンミー&ライブお疲れ様でした。どうも。ライブでは10分を超える対策を満員のお客さんと一緒に体感でき、うん、驚きと喜びでいっぱいです。はいはい。ところでライブ前に暇つぶしに立ち寄ったファンシーショップで、うん、あるものに目が食い付けになりました、はい、それはコレクターズのライブではおなじみのあのガムです。正確には、うん、リグレーチューインガムそっくりの修正テープでしたが、とりあえずゲットしたので送ります、うん、写真を。そしてまた大阪来てや、うん、50代主婦猫太郎より。おお、いいねこれ。お、これだけ知らなかった、これ、うん、リグレチューインガムのパッケージの修正テープってやつ、うん、あ、ほんとなんだこれ、うちで作りやがったなね、えまた間に合うじゃないでちゃんと売られちゃってるからね、これね、そっか、うん、でもまあでもデザインうちの方がいいね、うん、でも何年か前よりこれファンからいただいた気がするな、へえ。かわいいよね、かわいいね、3色、うん、うん、これのさ、うん、USB 作ろうか、あそれもいいよね、こうカシャッてあげたら USB になっててね、それいい、すごいいいじゃん、使い勝手がいいし、ね、うん、作ろう、そういう起点が効くね、すごいね、ほんとこう、いや、物販の音しか考えてないから、なんじゃあやっぱり相当ショックだったでしょ、小太郎君、バストロイヤーのリジェクトはショックだったよ、もう寝込むほどだよ、ね、あれこそね、うん、あれね、LINE のスタンプ会に革命を起こそうと思った男がね、ファイブカットとね、バストロイヤーリジェクトってこれ、これセルロイドヒーローやんないキンクスのライブみたいなもんだよ、ほんとそうだよ、もう納得できないよこれユリアリガットミだけで帰れってことかみたいな、ほんとやんね、セルロイドヒーローとさ、ローラを聴けないってことでしょこれ、渡辺君、そんなライブないよ、デイズだけじゃね、デイズだけじゃ渋くてもね
つまりこれ無法の世界でババオライリーを聞かずに帰るってことでしょ。そうそうそう、フグのライブで。そう、帰れないよ。そういうことなんだよね。どうにかしないでこれ、ゴータル君、うん、まあでもあれエクトプラスボーヤがあるから、あれはボータルサンセットだからね。ボータルサンセットだから結構な厳しいな、うん、世の中厳しい。今後のコレクターズは、はい、ツアーファイナルのね、去年のね DVD が発売中ですね。はい、まあ、なかなかねいいんですよ DVD。 よかったね、うんうん、最初にね記録用って言ってたんだけどね。そうそうそう、なかなか記念的なライブだったんで、うん、売ろうということで、音楽と人、うん、ローリングサンダーレビューね、うん、これチケットがやっぱ相変わらず売れてないらしいんだよね。はずね、予想通りね、うん、でも予想通りじゃん。だまあちょっとさ、うんうちのこの番組から招待しましょうか。いや招待できるの、金水言っとくからさ。分かった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 。ペアで10組か、ね、ペアで10組か、うん、そうだね。じゃ あ, あのチケットの締め切りどうしようかね。これ締め切りはさ、まあこんな感じだからさ、早めに送ってもらって。そうね、まあ今パッとね、うん、あの切って貼っておくわけじゃないからね。気分で切ろうよ、光でパだからね。そう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 、来た人はもうとにかく一刻も早く聞いたら、ね、アドレスと本名と住所だね。そうだね、これあの、うん、ちゃんと本物の住所が書いてます。そうそうそう、あのチケットを送ったりね、飲んだりしなきゃいけないかもしれないので、はい、うん、それはちょっと、じゃあそうしましょう。なるほど。 Pメールは bukuro24@gmail.com、うん、こちらまでよろしくお願いします。なるほどね。次の日はね、売れてるコレクターズの19日のクラトロファーズ。これはプレゼントできないからね。これ売れてるんでね、すいません。その代わりこのプレゼントが当たった人はね、この日絶対来てくれない。いや、それついでにね、それついでに、うん、これセットだから。そう、セット、次の日のチケットを買わせるためのプレゼントでもあるからね。ある意味そういうことだね。ある意味、うん、26日アラベキロックフェスティバル2日目のトリガーですね、うん、我々なんですが、はい、スーパートリビュート愛ある世界、はい、オープニングアクトに沢尾君がですね率いるバンドクリージャップルね、登場です。ありがたいね、すごいですね、うん、まあ詳しくはザ・コレクターズのお知らせサイトで確認してください。はい、じゃあまた来週。はい、ドゥ・ザ・ダウンロード、ドゥ・ザ・ダウンロード、いい。